く利用してくださいます。特別休校だから特急。
頭いらないんだよ。あ、ボーボー。動くんくなった。おにぎり食べてたじゃん。もっと一回大きい机になるやつもあるし、なんかでもこんなのちっちゃい方で、この机に机も置きました。電車のね、食べてるやつも大きいやつ。でもこれね、食べられる。大きいよ。
39定義。この道沿いにさ、これ40定義だ。どうやらね、空気。これまで。
まーちゃん、まーちゃんの席だと。とりあえず、あの乗車証明書は私のとこいるのね。あれ、お湯が垂れちゃったよ、車に。しょうがない、だって線路が4つある。しょうがない。車の方が早い。車何キロここ？いや、車乗ってたら6キロぐらいですよ。塩25位な。バイバス。早く、寝かせ寝かせ。抜けない。寝かせ。金の駅に寝かせ。やめなさい。皆様に各駅での車中泊券について大事なお願いをいたします。おかげさまで飯田線はクールジャパンアワードに選ばれた大変ホットな路線です。この先の各駅や沿線にも世界に誇れる大変素晴らしい景色が広がっておりますが、その景色につられて線路内に入って撮影されると、他のお客様や世間の皆様から悪い意味でクールな目線に見られてしまいます。お気持ちはよくわかりますが、線路内には絶対に入らないでください。線路内以外の撮影ポイントは他のお客様と譲り合いながら、いい意味でクールかつスマートにお楽しみください。また写真写りを気にされる方もいらっしゃるかと思います。 SNS などに投稿される際は他の方が写る部分を加工していただくなど、楽しい思い出をお持ち帰りいただくためにご配慮とご協力をお願いいたします。なお、お客様ご自身、お友達同士やご夫婦などグループの皆様で写真をご希望のお客様は、乗務員とスタッフができる限り接待させていただきますので、その都度お気軽にお声掛けください。これ以上薬を持ってこなかったんだよ、失敗したことに。スピードに。
乗務員
員にも人気の場所でございます。連れ側のご案内でした。本日お客様の中に天気の子がいたようです。最高に景色の良い天気となっております。進行方向右側、売れ側の景色ぜひご覧ください。皆様が進行方向右側に寄りすぎて車輪が空転しております。若干車体が揺れます。ご注意ください。空転艇だ。みんなスリップしてる。景色を見に寄りちゃったから、遅いのは運転難しい。分かった。早い方が楽ですね。一人ぐらいじゃダメだもん。ザトキバーバー来て、バーバー向くわけ。ママ真ん中にしようかな。こっち右。今誰もいないから、あなた人の席で。みんな戻って。ほら終わったから。売れ側の景観はお楽しみいただけましたでしょうか。あとおよそ3分で秘境駅ランキング186位、小鳥笛田秘境駅小鳥平に到着いたします。出口は下り側です。ドアから手を離してお待ちください。この駅は森の中の静かな駅ですが、近くにはスローマットと駅から歩いて20分ほどの場所には温泉があります。またこの先の三河川井駅からスタートし、この駅を通って呉川沿いを湯屋温泉まで歩く約7キロのコースは、大変気持ちの良いウォーキングコースです。健康志向の皆様、次回はもう少し前回の時に数が少なかった。
たらね。違う。ミキちゃん。ちゃんと履いて、こんな時お客さんまた帰りは危ないよ。あ、そういうの、うん、それはそういう日が待ち合いながら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  はいはい、ちょっと待って。